夢を語れ、ナクタレント挑戦の旅へ。どんなに描いたゴールが遠くても、こんばんは、パーソナリティの元広島東洋カープのナクタレンです。そして頼れるこの方、こんばんは、西田茂弘です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さて、先週に引き続き鳥海選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、中国電力レッドレグリオンズの鳥海選手ということで、はい、ラグビーのね、はい、選手でございますけども、先週どうでしたか。まあ、ちょっと緊張したんですけど、優しく話していただいて助かりました。話し方も鳥海選手非常に優しいんですけど、表情もね、いいですよね。非常に伝わらないんですけどね、だからあれなんだけど、でもすごく表情も優しい感じでね、見つめられるんで、本当キュンときますよね。キュンってくるんですか。いや、優しい表情、見て、鳥海選手キュンってきたわ。来るでしょ。来るのキュンと、ぜひね、今日はトークを皆さん聞いていただいて、優しいところじゃなくて強いところも引き出したいな。それは強引なところ。レインさん、お願いします。はい、わかりました。はい、じゃあ鳥海選手、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は格安航空チケットビザ代行、手配旅行の ZZB トラベル、世界の漁場から日本の食卓へ、マルケイ食品株式会社、未来の子どもたちに誇れる仕事を、株式会社高森工業の提供でお送りします。今週も引き続き中国電力レッドレグリオンズ鳥海選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大丈夫ですか、話す準備できてますか。ドキドキしてます、ね、やっぱり慣れないもんですか。慣れないですね、マイクとか。全然。あ、これじゃあ例えばグラウンドでインタビューをするとかっていう方がまだいい、こういうスタジオに来るより。一緒ですね。一緒か。そんな変わらなかったか。結構いろいろ考えたりするんですけど、はいはい、結局何言ってるかわからん時が結構あるんで。自分で。で、先週は、まあ、その鳥海選手の生い立ちやレッドレグリオンのことも少し聞いたんですけど、はい、うんうん、今週もね、たくさん聞いていきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今はオフシーズンですか。今オフシーズンで、はい、ちょっと体を休めたりトレーニングをしたりっていう期間になります。もうトレーニングって、まあ、じゃあチーム練習みたいなもんないってことですか。そうですね、全体練習とかはなくて、個人に本当にもう何をしてもいいような。じゃあ自分で自分の、まあ、例えば強化するとこう考えながら練習するってことですか。そうですね、次のシーズンに向けてしっかり体作りであったり体力作りっていうところを。ああ、そこで怪我してたらそこをちょっと直す方に、はい、そうですね、はい。でちなみに次のシーズンはいつから。12月頃から始める。じゃあオフシーズン結構あるんですよね。オフシーズンは、6月末までなので、ちょうど5月の初めにシーズン自体が終わったので、うん、大体まあ2ヶ月ぐらいオフになります。で、そこからまあ練習とか、まあ、チーム練習とかもしていってみたいな。そうですね。じゃあもう本当体作り、体作りをされるんですか。体作りと、そうですね、体作りがメインになるかなと思います。でもレインさんは体鍛えてるじゃないですか、はい、この鳥海選手のようなごつい体っていうのはどう、やっぱり。いや西田さん、僕は見せる筋肉だけですから、うん、鳥海選手は使える筋肉ですか。違うんですか、やっぱり。違います。いや、すごいですよ、まず首の太さですよね。首太さね、選手も言ってましたね。あと腕とか、無駄な脂肪が一切、無駄な脂肪がない。かっこいい、ね、憧れてます。あ、そうか、はい、逆にこういうのもまあ憧れになる。いや、かっこいいですよ本当に。そういう意味ではどうでしょう、食べ物とかなんか気をつけてることとかあります、体作るために。結構痩せやすいの で、うん、でラグビーって結構体重とかも僕はちょっと いるので、うん、基本的にはいっぱい食べるようにっていうところ、バランスは意識してます。いっぱいというのはどのぐらいですか。例えばご飯でいうと、ご飯毎回2杯は食べようとか。丼2杯、うん、頑張って食べるんですか。まあ、まあけど最近は普通にパパッと食べるようになりましたけど、はい、そんな感じ。好きな食べ物は何なんですか。カレーですね。かわいい。かわいいな。カレーかわいい。カレーですね。あ、そうですか。カレー好きですね。カレーもじゃあ結構量はね、ご飯食べれますね。そうですね、なんか3合とか食べるときも調子、お腹減ってるときはですけど。いや、すごい。でも無駄に別にでかくすりゃいいってもんでもないってことですか。そうですね、最近本当特に結構学生、大学の時とかはもうとりあえず大きくしようみたいな
ところあったんですけど、ちょっと怪我とかもその時増えたりもしたので、うん、あのちょっと体の使い方とかそういったところもちょっと意識しながらやってます今は、はい、じゃあその怪我を機にいろいろ自分の体のことも考えるようになったと。そうですね。その怪我というのはどのような怪我だったんですか。あ、特にちょっと多かったのが僕あのラグビーコンタクトスポーツで相手にぶつかった時に脳震盪、はいはいはい、頭が揺れるんですけど、うん、それをすごく頻発に起こるようになって、うんはい、ちょっとぶつかっただけでもの頭揺れるみたいな時がたまにあって。僕あんまり知識ないんですけど、はい、脳震盪っていうのは結構その癖になるもんなんですか。癖になりやすくって。そうなんだ、はい、ちょっとそれがちょっとあの大変な時期が一時あったので。今ねどのスポーツでも脳震盪って結構ねあの試合をストップして、ね、そうですねやる感じですからね、はい、でもいざプレーになったら、まあ、ビビりながらはできないできないです、ね、そうか脳震盪のこと考えながらっていうのはなかなか無理ですよね。うん、だからあの実際にラグビーの試合に思うのは、うん、音がすごいですね。あ、そうですね。音がすごいんです。ぶつかり合う音、ぶつかりコンタクトの時の音が、あ、あの見てる側からするともうあれがたまらないそれが面白いんですよ。あ、そう。あとまあ展開の速さだったり。そうですね。声は結構出すんですかプレー中は。声は出しますね、うん、それはもうやっぱりラグビーで言うともうそれ指示ってことですか、うん、あ、いろんなコミュニケーションを取ったりだとか、うん、そういう感じでまあボールよこせみたいな。ボールよこせってでも鳥海選手はあまりよこせ言わない、ね、まあそうですね、あんま言いそうなイメージがない。空いてるよみたいな僕ここいるよみたいないや言い方ないよねまあでも鳥海選手が見られてどんなチームなんですかレッドレグリオンズって。そうですね、結構ディフェンス、まあ、守備ですね、あのすごいみんなあの体大きい選手って本当に選手も言ったんですけど日本人の選手が多かったりするのであの体的には小さいんですけどそういう運動量であったりタックル低いタックルとかであの大きな相手も倒したりっていうところが魅力かなと。じゃあその戦術的なものもあるんですか。チームの戦術こういう戦い方をしていこうみたいなのがあるんですか。そうですね、じゃあどっちかというと守りから守りからっていう、まあ、守備からとかタックルディフェンスからみたいなところはあったりはしますね。あ、まあ、そのラグビーはねあの監督というかね、まあ、その指示出すってスタンドからこう見るんですよね全体を。そうですね、あの監督とかは上から見てます ね試合中。それでベンチにこう無線かなんかで伝えて伝えてっていうことですよね、はい、どこにいるんですか監督いつも。ちょうどあの観客席の真ん中らへんにインカムかなんかつけて、インカムで上見ながら指示して、ね、全体を見ながらってことですね。見ながらあれこう言ってっていうところ。だからベンチにはいないわけでしょ試合中、ね、いないです。あのサッカーみたいにこう、ね、わーってやってなくて、いつもあのラグビーに行ったら、うん、どこにいるかなって探すで選手は、うん、あのリザーブあの入ってない選手は、はいはい、あのスタンドにいることがあるじゃないですか。です選手は見つけれるんですよ、はい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 、ヘッドコーチどこにいるんかなって思うことが。なんか耳にイヤホンかなんかしてたら大体関係者とかね、真ん中の、うん、真ん中大体真ん中の上の方、真ん中の上の方真ん中の上の方あの辺を 見てもらったら、ね、どうですかチームまとめるの大変ですか、うん、まあ、その共同主将として共同キャプテンとして。そうですね、どういうチームにしたいかとかどういう方向性でこう突き進んでいくかっていうところを、まあ、もちろんあのチームとしてもあるんですけど選手としてどう引っ張っていくかっていうところはいつも悩みながらしていますね。昨年はどういうシーズンでした。結構昨年は結構若手がすごくあの実力というかあのプレーで見せてくるような、うん、あの引っ張っチームを引っ張ってくれていたのでそこに対してこうじゃあベテラン勢なりがどうあの働きかけようかっていうところでなかなかちょっと大変なそうか。でもやっぱりね若手とベテランがうまくこう噛み合えば本当、うん、強いチームになりますもんね。そうですね、うん、難しいな。でもだからチームとしてはちょっと言い方あるんですけど入れ替わりの時期かなですね。若い世代が出てきて成長を、ね、どんどん続けてるという段階、はいはい、っていうことですね。だから若手 の, こうあの意見もこう聞きながら、うん、じゃあチームとしてそれをどうしようかっていうところもありますし、そこら辺をこう組み取ったりとかあの方向性をしっかり一緒にやっていくっていうところはちょっとなかなか難しかったかなと思いますね。どうですかラグビーのっていうスポーツって結構経験値って大きいですかプレーの中で。
そうですね、まあ、やっぱりシチュエーションがやっぱり巡り回るようなラグビーショーなので、そういった意味ではあ、こうやこうやったこうやなとか、それこそ、まあ、このチームにずっといるので、あ、ちょっとこうなりそうだ、あのちょっと悪い方に行きそうだなとか、ちょっと気が緩みがちになりそうだなっていうところは今までの経験で分かったりするので、そこをちょっと正したりとか、ベテランの方のこの存在というのも非常に大きいですよね。そうですね、そういう意味ではね。そうですね、まあ、もちろん勝つのは大切だ、まあ、会社を背負ってもやってると思うんで勝つのも大事なんですけど、はい、それ以上に、まあ、なんかそのチームを作っていくっていうところに重きを置いたし、結果的に見ればシーズンだったなっていうところってことです。そうですね、あの今シーズンが結構強固って、その前のシーズンもそうだったんですけど、強固って強い子を作ろうっていうところだったので、はい、そういう個人が、あの個人として伸ばしていきながらチームも伸ばしていきたいなっていうところで頑張りました。なるほど、うんね、まだまだいろいろどんどん強くなっていきますね、はい、創業以来50年間、マルケン食品株式会社は世界の漁場から日本の食卓へ、プロの目で厳選された良質の魚介たちをお届けしています。高いレベルの衛生管理で安全安心、マルケン食品株式会社。格安航空チケット、ビザ代行、手配旅行、すべて電話一本、日本と世界を結ぶ架け橋となる存在に。旅行のことなら ZZB トラベルへ。未来の子どもたちへ誇れる仕事、株式会社高森工業。高い品質と安全施工で優しい生活環境づくりを30年、これまでもこれから先も信頼できる地域の仕事し、株式会社高森工業。中国電力レッドレグリオンズ鳥海選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう慣れたでしょう。もう慣れたでしょう。これで慣れてないって言ったらもうどうしようって思うよね、うん。まあ、次何喋らなあかんねやろなっていうのね。じゃあもう喋りたいこと自分で喋る。考えてたこと。考えてたこと。そうですか。いや、まあでもね、はい、そのラグビーね、あの日本代表が本当強くなって、そうですね、非常にこう世界の大会でもワールドカップでも結果を出して、そしてそれを見て、ラグビーやりたいなっていう子どもたちも、まあ、増えてきたじゃないですか、はい。そういう状況っていうのは、あの実際プレーされている鳥海選手から見てはどうですか。あ、本当今の日本のラグビー自体のレベルがすごい上がってきていて、でやっぱりその高校とかのラグビーを見てもすごくレベルが上がっていて、すごく楽しみだなっていう思いはありますし、あのでラグビーをやりたいって思ってくれる子もすごく多くて、嬉しい気持ちいっぱいですね、うん。チームとしてもやっぱりその子どもたちにラグビーをと接してもらおうみたいな、そういった取り組みというのもされたりしているんですか。そうですね、あの、まあ、小学校に行ったりとか幼稚園に行ったりとかっていうところで、うん、ラグビー教室みたいなのでラグビーの普及活動みたいなのにも携わっています。うん、どうですか、その子どもたちからはラグビーを通してどんなことを学んでほしいな、感じてほしいなというふうに思われながらお話しされてるんでしょう。まあ、ラグビーのまず存在を知ってもらうっていうところが正直、うん、あの一番なのかなと思っていて、で小学校の時は特にかけっこ的な要素が多かったりするので、うん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 、始めやすいと思うので、ぜひ一度やってみて欲しいなっていうのはすごく思いますね。はい、まあ、僕はあの野球をやってきたんです。周りがまあ関西だったんで、ラグビーをしてる友達がたくさんいるんですけど、あの実際見に行くと野球より面白いスポーツだと思うんです僕は。経験者が言うのもあれなんですけど、もっと認知されてもいいなって僕思うし。それどのあたりに魅力を感じるんですか。あ、まず展開が早い、展開の変わるのが早いのと、でルールもたくさんいろんなルールはあって、多分初心者の方行かれると試合見たら今の何っていうこととかもあるんですけど、ただ試合会場に行ってパンフレットを見たりするしたら、そのルールとかもちゃんと説明されてるし、今だったら画面の横に今のがどういうシチュエーションで起こったミスとかルールとかっていうのを勉強になるんで、それを分かっていくとまた面白いと思うんですよ。あとラグビー選手かっこいいです。かっこいいですよね。かっこいい。今男前もね、本当増えまして、どうです？やっぱそういうの思います？いや、いいやつが多いです、ね。いいやつが多い。はい、あの僕もテレビでラグビー中継見ることがあると、あの副音声で、はい、主審の方がマイクつけてるんですよね。で、他のスポーツにはないのが、あのもしなんかファールとかがあったら、主審はキャプテン呼ぶんですよね。
でキャプテンを呼んで、ナンバーの選手はあれだから危ないからキャプテンから注意しとくようにって、うん、キャプテンに言うんですよね、あれ。そうです ね、基本的にキャプテンを通してっていうのが基本ですね。これってラグビーしかほぼないじゃないですか。ほぼないと思います、ね。はい、だってその選手に言うじゃないですか、審判、サッカーにしても野球にしても。でもラグビーってキャプテンを通してチームに言ってくれって言うんですよね。あれ僕すごいなと思って、だからマイクつけても聞くとね、すごく面白いんですよ、うん、副音声で聞いても。なるほど、そういう視点がプレイヤーを感じたことはないけど、ね、それがすごい当たり前だと。そうですよね、ずっとそれをやってきたらね、はい、そう。だから各選手じゃなくて本当にちょっと、まあ、チーム一つとなって戦うということがね、うん、まあ、そういったところにも現れるのかなと思いますけどね。ただあんだけ、まあ、当たって、まあ、ちょっとあれですけど血出て脳震盪起きて、うんうん、で試合終わったらノーサイドって言って両チーム両選手たたえ合うってなかなかないわけじゃないですか。そうですねだからちょっとスポーツの見方が変わるというか、スポーツで結局勝った負けたの判断っていうのが多分あると思うんですけど、うんうん、なんかぴったりやなと思って、そのイメージ。そうかそうか。あ、いや僕ね、実はあの尾道高校、はい、広島で尾道高校でね、はい、あのラグビー非常に強いんですけども、そこに何度も取材に行ったことがあって、あの前監督梅本監督からもいろいろ話を、取材以外のところで、ね、10分20分話聞くんですけど、うん、あのラグビーっていうのはボールを追うんじゃなくて仲間を助けに行くスポーツなんだってよく言われたんです、僕。それで見ると、うん、あ、そういうことかっていうのが非常によくわかるんですけど、選手としてはどう、今のこの仲間を助けに行くスポーツなんだというのは聞いてどう思いますか。そうですね、うん、まあ、確かにその例えばトライになるシーンって結局そのトライした選手だけじゃなくて、それまでの過程で例えばサポートに行った選手だったり体を張った選手だったり、そういったいろんなことがつながってトライになってたりするので、そう、今は梅本監督が言われたことっていうのは、まあ、そういうことなんだろうなっていうところはあります ね。そういうので学生さんに、ね、言われてて、取材に行った僕にまではそういうお話をしてくださるので、なので、あの試合が終わった後にノーサイドっていう、ね、気持ちにもなるんだろうなって僕思うんですよ。でもあれコンバージョンって言うんでしたっけ、はい、キックって言ったら、うんうん、トライしたら、まあ、キックするじゃん、はいはいはい、あの時もっと選手のこと見た方がいいと思う結構見なくないですか蹴る人を見なくないですか。僕あれめちゃくちゃ疑問に思ってたんですよ。輪作ってますよね、話したりしてますよ ね、 あのそうです、ね、次どうしようとかそういったところを話してます。あれめちゃくちゃ疑問やったんですよ僕、うん、ちゃんとけどよくなって見て伝わるわそれ、いやちゃんと話してて見てて入ったらナイスっつって、あのキック蹴ったやつにちょっと声かけてやってます。それを絶対聞きたい、うん、いやそれを聞きたいな。それはでも信用してるんでしょ、入れてくれるだろうな、まあ、任せてます ね、 それはいうことですよね。逆にじっと見たら蹴る方も緊張するじゃないですか。そっか、じっと見てたらだいぶ遠いんで、まあ、遠いからねじーっと見て、あらぞーとか言われたら、いや分かってるよそれはみたいな。ちょ、なんか僕鳥海選手の悪いとこ探ろうとしてうわここの角度外しよったねみたいなないですか。いやあれ本当に蹴ってる人すごいなって思ってます自分は。集中力、一瞬の人の集中力ってすごいでしょ。私もそういう数字が決めるか決めへん。そうですよね、流れも変わりますもんね。もラグビーってあの結構ごちゃついてるじゃないですか、はいはい、誰のせいってあんまり見えないけど、もそれともそいつがけって入るか入らんかじゃないですか。そうか、なんかすごい嫌やなと思って、そこをやれって言われたらどうします。勘弁してくれてますよ。いや俺みたいな、そのプレッシャーは嫌だみたいなでそれをだから見ている方、観戦側の立場として、うわこれすごい角度やなって、トライした時点で、うん、まあ、どっから来てるかっていうのは大体予測がつくんで、ね、ね、うん、これとんでもない角度やなって見てる側から思うんですけど、だからもっと応援したれやって思うわけでしょ。いや思うんですよこれ切れたら結構すごいやろって思うんですけど、みんな飲み物飲んだりとか違うことしてね、あそれがめちゃくちゃ聞きたいなって見てたんですね。ちょっとちゃんと次の準備をしながらそうね、それが終わったらこう見てなるほど、見てるんですよ、見てるんすね、ちゃんと仲間がプレイするんですから、それはね、はい、いますよ。崩されへんそこ目的なくて、ね、いやもうちょっと話もう変わる、戻るんですけど、はい、他のスポーツと比べてラグビーのなんか魅力ってありますか。まあ、やっぱチームスポーツっていうところも一番魅力ですし、コンタクトスポーツ、あのぶつかり合いっていうのは他にはないんじゃないかなと思いますよね。やっぱ強くなれますか。ど
どうなんですかね。あれ？どういう、どういうあれ、体的にですか？いや、もういろんな、体もそうだし、精神的にもそうだし、多分仲間を思いやる気持ちが強くなるとか。まあ、やっぱずっと組織にいる、チームにいるっていうところは、うん、確かに最近思うようにはなりましたね。うん、あのいろんな気配りじゃないですけど、チームがいい方向に行くためにどうしたらいいかなっていう、うん、自分だけじゃなくて自分を通して全体を見ながらっていうところは、そういうのはすごいいい経験になってるんだなとは思いました。じゃあもう本当に心がけてることはもうそういうことっていうことですか？なんかありますか、心がけてることとか、ラグビーをやる上で。そうですね、けどなんか常にこう何かにチャレンジし続けるじゃないですけど、僕結構足遅かったりするんですよ。あのバックスって結構足速いプレイヤーが多いんですけど、うん、足も足遅いですし、結構そのマイナスな面が多いんですけど、それでも自分にできることっていうとか何かなとかっていうところで常にチャレンジし続けるっていうのは意識してます、うん、でもラグビーもそうですよね。プレーでもやっぱり一回跳ね返されてもまたチャレンジ、またチャレンジってちょっとずつちょっとずつ向かっていきます、前進しますもんね。そうです、うん、そういう意味でやっぱり諦めない、一つちょっとずつでも前に行くっていうのはね、そういったラグビーから多分学ばれたんだかなっていう。でまあ、今オフシーズンということで、まあ、次のシーズンに向けてどういう、次のシーズンはどういうシーズンにしたいですか？うん、まあ、次去年あの昨シーズンが結構ちょっと一勝しかできなかったので、どん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 一つでも勝利数上げるためにチーム力っていうところと、まあ、個人的にもやっぱり出場機会も少なかったので、そこにしっかりメンバー争いというところに食い込んでしっかり出れるように頑張りたいなと思います。で、まあ、最後にですよね、うん、この番組来ていただいた方にあの絶対質問するんですけど、これからの夢とか自分の夢とか夢を叶えたい子どもたちにアドバイス何か。そうですね、まあ、あの広島であの本当にラグビーといえばレッドレグリオンズっていうところになるぐらいまで知名度っていうか、みんな皆さんに知ってもらいたいし、会場に来て応援していただきたいなっていうところが本当に、なんていうんですかね、カープであったりとかサンフレッチェとかで、その中にレッドレグリオンズがある、それぐらいのまでの存在になりたいっていうのが本当に夢です。静かな中でやはり熱いトークがありますよね。本当そうですよね。そのためにはやっぱね、あの強いチームとなって応援してもらえるチームに、ね、はい、なるっていうのもね、大事になってきますもんね。はい、はいはい、鳥飼さん2週にわたって本当にありがとうございました。ありがとうございました。来週もお楽しみに。この番組は格安航空チケット、ビザ代行、手配旅行の ZZB トラベル、世界の漁場から日本の食卓へ、マルケイ食品株式会社、未来の子どもたちに誇れる仕事を、株式会社高森工業の提供でお送りしました。